こんにちは、こんばんは、おはようございます。横マークスです。今日は何の動画かと言いますと、お知らせ動画があります。今週の金曜日に、終業式があって、中学校のね、夏休みなんですけど、いつもよりちょっと早い、なんか臨時とかで、通常夏休みちょっと早くなってあれなんですけど、で、終わるのが早いから、結構夏休み少ないんですけど、宿題とかね、いろいろ勉強もやんなきゃいけないんで、YouTube 確かに休みっていうぐらいだから YouTube をやる時間もあるんですけど、ただ勉強はね、私ちょっとあんまり頭良くないので、それ勉強もしないとあれなんで、勉強もやりますし、動画アップロードもしますけど、ちょっとお知らせがあります。夏休み企画で何かやろうと思ってたんですけど、いろいろ番外編もやるかもしれませんが、トミカの紹介動画をやろうと思ってます。何回もやってるんですよ。だって僕だ、あれ。で、今一つ一つトミカを細かく紹介してたりするんですけど、そういう紹介はやってて、その他にも違う紹介やろうかなと思ってます。僕の持ってるトミカってやつね。やりたいと思います。だから、いつもよりはちょっと早めに紹介になっちゃうかもしれないですけど、それでこういうリクエストしたいと思います。ただ単に僕がね、やるだけじゃつまらないかもしれないんですよ。僕がバッパバッパやってたらね。なんで、あれなんですけど、皆さんは今この動画見てくださってると思うんですけど、これは例えば、例えばね、日産スカイラインのこれ、名前入れてくれればいいんですけど、日産スカイライン、例えば R32 のトミカいるイベントモデルで紹介してくださいっつったら、それをコメントで書いてくれれば、僕はそれを紹介しますけど、ね、例えばできないのもありますよ。実は僕はね、トミカコレクターとしてもあれなんですけど、スープラを持ってないんですよね、残念ながら。スープラ欲しいんですけど、ないんですよ。なんで、スープラ買おうとして欲しいんですけどね、残念ながらなくて。中古があるんですけど、中古はちょっと、傷だらけっていうのもあって、ちょっとあんまり中古とかトレードとかはあんま好きじゃないんですけど、スープラ持ってないんで、例えばスープラ紹介してくださいって書かれちゃったら、ちょっとね、何を持ってるかどうせ皆様だって、私何を持ってるか分かんないしね、あれなんですけど、とりあえず書き込んで、残念ながらスープラ実は持ってないんで、これですね、できない場合はちょっとないんですいませんね。あった場合はすぐ、コメント見て、できたら紹介しますので。ね、大体の通常トミカは持ってますので、乗用車はね。ただ業務用とかそういうのは、全部カニクレーンとか持ってないのもあるんですけど、ぜひコメントいただければ、私は夏休み企画としてやるつもりなので、リクエストいただいたっていうことで、いただきます。あともう一つ言いたいことがあります。僕、スカイレンゴイちゃんさんの非公開動画を見させていただきました。で、実はそれを見て僕も顔出しマップをしようとしたんですけど、非公開動画のやり方がわからないっていうことで、教えてもくださる方いたらぜひ教えてください。あとなんか非公開動画が、どうやらヘルプってとこ探したら、アップロードしてるときに、なんか設定とかなんですけど、僕のところなんかそこは消えてるんですよ。で、非公開動画できないんですよ。なんで、誰かが、教えてくれる方いたら、ちょっと教えてほしいですね。今日は長くなってしまいましたが、夏休み企画についてと、それですね。夏